皆さんこんにちは。ハワイのトリセツのアイナです。今日はワイキキの結構西側に来ています。今見えていたのはサラトガドライブという通りにあるワイキキ郵便局です。この郵便局の前にあるのが日本の皆さんも大好きなエックスシングスというレストラン。今日は久しぶりにここでランチをしたいと思います。エックスシングスは1974年にオープンして、それ以来地元の人はもちろんのこと、観光の皆さんにも大人気の行列のできるお店の一つですね。パンケーキやワッフル、オムレツ、バーガー、フライドライスなど美味しくてボリュームのあるブレックファーストメニューを楽しめるお店です。まずは受付で名前と人数、そして電話番号も書いて待ちます。ここにレストランの外でのご飲食はお控えくださいと書いてありますが、ここで注文してお店の人に言えば外でも食べられます。ただ基本的に外の場合はお持ち帰り用の容器に入ってくるので、お店お皿で食べたい人は外ではない方がいいかもしれません。エックスイングスサラトガ店の外のお席はこんな感じです。そして店内はこんな感じです。私たちがオーダーしたのはフレッシュフルーツレインボーパンケーキ$19、アイランドスタイルフライドライス$13です。お料理が出来上がるまで店内を見てみたいと思います。久しぶりに来たのですが、たくさんのオリジナルグッズがありました。個人的にはこのコースターが気に入ってしまいました。各種トートバッグ、これはエックスシングスのパンケーキミックスを日本に配送してくれるサービスがあるようですね。ギフトセットもあります。こちらはパンケーキミックスと蜂蜜のセット。エックスシングスブランドの粉コーヒーもあります。買い物バッグを忘れた人のためにはショッピングバッグも売っています。そしてハワイ産の蜂蜜がたくさん売っていました。レフアのお花、マカダミアナッツ、そしてレインボーブロッサムの3種類です。もちろんパンケーキシロップ、バニラキャラメル、リリコイバター、全部ハワイ産です。Tシャツやキャップもありました。みんなたくさんお買い物をしていくのでしょうか。お買い物用カゴも用意されていました。お料理が来ました。アイランドスタイルフライドライス、そしてフラッシュフルーツレインボーパンケーキです。あれ、何か足りないと思ったらクリームは別に来ました。私たちは外の席で食べたのでお持ち帰り用の容器に入っています。それではシロップをかけていただきたいと思います。
程よい焼き方のパンケーキとたくさんのフルーツが乗っています。クリームも美味しいんですよね。これがフルーツはストロベリー、バナナ、パパイヤ、ブルーベリー、キウイ、パイナップルの6種類です。あれ、レインボーって7色じゃんと思った人へ、ハワイでは虹は6色なんです。概要欄に詳細を貼っておきますね。アイランドスタイルフライドライスです。卵の焼き方が選べます。半熟の目玉焼きにしたい場合はサニーサイドアップと言います。半熟の両面焼きにしたい場合はオーバーイージー、そして両面を程よく焼きたい場合はオーバーミディアムと言います。またスクランブルエッグでも OK です。このフライドライス、とっても具沢山で、たくさんのお野菜、ソーセージ、あとかまぼこが入ってましたね。とにかくたくさんいろいろなものが入っていて、味付けも美味しかったです。ずっしり重くて、これは日本人だったら3人分ぐらいあるかなと思います。相変わらず食レポが下手な私たちですが、今日もシェアして食べました。とにかく量が多いので無理せず持って帰りましょう。アメリカではお持ち帰りするのは普通です。X シンプスはホノルルには3店舗あります。ワイキキ店、アラモアナ店、そしてこのサラトガ店です。そしてオアフ島西側コーイナ地区にも1店舗あります。営業時間はどのお店も現時点では朝7時から午後2時までです。皆さん、今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よかったらいいねボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。